はい、さんこんにちは。中の人ゲーミング、中の人 A です。今回はね、日本の焼酎を輸出すべき3つの理由ということで、まあ日本はですね、様々な大人の事情で、まあ基本的にね、武器を輸出はしていないんですけど、まあ大体の場合ね、まあ武器は輸出した方がいろんな意味でいいぞという、まあそういう話なんで、じゃあなんでね、輸出した方がいいのか、まあ特に銃ですね、その小銃、アサルトライフルは輸出するとどうなるのかっていうのはね、この動画でお話していきたいなというふうに思います。で、まずね、一に言えるのが、その製造コストが下がる、単価が下がるっていう、まあそういう話で、まあなんでかっていうと、その日本国内の小銃の需要、アサルトライフルの需要っていうのはたった3つしかありません。まず1に言えるのが自衛隊、特に陸上自衛隊ですね。で、そして次が警察、特にその警察系特殊部隊なので非常に少ない。で、そして最後が海上保安庁、まあ海上保安庁の中でも特殊部隊とか、まあそんな感じでこの3つしかないので非常に小さいんですね。まあ当然そのなんていうんですかね、その自衛官全員とかね、まあ警察官の全員にまあこういうアサルトライフルがね必要なわけでもないので、まあ何度も言いますがこの3つをね合計してもまあそこまでたくさん売れるわけもなくって、まあそんな感じなので、まあ、だからどう頑張っても銃の単価は下がらないっていう、まあそういうことですね。要は製造ラインっていうのはね、銃の製造ラインを構築するのはすごくお金がかかりますが、全然売れないんだからどうやってそのねコストを回収するんだっていうね、薄利多売なんていうのは通用しねえんだっていう、まあそういうことになるので単価は下がらないっていう、まあそういうことになります。でだから、まあ、それだったらそのまんまね軍用の状態で、まあ、フルオートで撃てる軍用の状態で輸出しようとは言わないけど、まあそれで買ってくれるんだったら買ってくれて、一向に構わないような気もしますが、まあそうは言わないですけど、その民間信用も作ってね、まあ、セミオートオンリーのね、民間仕様も作って、まあ、同じパーツはね、まとめてたくさん生産して、まあ、それで1個あたりの製造コストっていうのを減らした方が良いのではっていう、まあ、そういう話になると。まあ、そうすればまあ最終的にね、自衛隊とかに納入される時の単価も下がって、税金に優しい、お財布に優しいという、まあそういうことになるかなというふうに思います。で、次。そんなね、単価の話もあるんですが、次のね、2番目の理由は改良しやすくなるっていう、まあそういう話ですね。まあこれも大量に製造できればのね、まあ仮定の話にはなりますが、まあ要はそのたくさんユーザーが増えれば増えるだけ、まあフィードバックも増えますし、まあフィードバックがね、別になんていうんですかね、そんなに増えようが増えまいがね、あんま変わらないっちゃ変わらないんですが、まあ何はともあれそれよりも、まあこれからもたくさん売れますよっていうね、まあそのフィードバックに対して、まあ、改良した方が売れ行きが伸びますよという話になれば対応しやすくなるんですね。まあ、要は例えば、フォア工業が89式を作りましたと。で89式に、なんか微妙な欠点というか、なんか別に危なくもないし、まあそんな困んねえけどちょっと改良した方がいいかなみたいな地味なポイントが見つかったとするじゃないですか。でその地味なポイントって直すのお金かかるじゃないですか。で直すのお金かかる割に対して売れないんだったら改良する意味がないというか、改良しよっかってならないよねって、まあそういうことなので、まあそれだったら民間販売して改良した方がたくさん売れますよっていう話をした方が会社的には対応しやすくなるっていう、まあそういうことですね。で、まあそういうもんなんですよ。まあそういうもんなんていうか、まあそのなんていうんですかね、まあそうやってその地道な改良をね重ねて銃っていうのは、まあちょっと話変わりますが、まあ地道な改良を重ねて銃っていうのはその M16 がね、バキバキな AR になっていったりとか、まあ AK47 がね、まあちょっと大げさですけど AK12 になったりしていくものなので、そのなんていうのかな、まあ例えば日本だと89式とかね、最近だと20式とか出てきて、そのそれに対してはいダサくっていうのね、まあはいダサくですっていうのはね、早急というかその L85 みたいにもうやめとけばいいのにみたいな根幹的な問題があるからもう何やっても無駄だろうみたいなね、もうなんかやめとけばいいのにみたいな、そういう銃もありますけど、まあ、その大体の銃っていうのはまあ改良を重ねてまあいい銃になっていくので、まあ日本はもっとなんていうんですかね、まあ日本ってまあもっとね、そのいろんな大人の事情があるから改良しづらいっていうのはあるんですが、まあ改良して、まあ輸出してっていう、まあ輸出してエンドユーザーを増やして、フィードバック増やして、改良につなげて売れ上げを上げてっていう、まあいい流れにしていった方がいいっていう、まあいろんな意味でね、まあいい銃が出来上がるからって、まあそういうことですが、まあそういうことには意味があるって、まあそういうふうに思います。で次、まあそんなね、まあ改良してね、まあいい銃がねできてくるよっていう、まあそういう話もあるんですが、最後の3番目の理由としているのが、まあ競争が生まれるから、品質が向上するっていう、まあそういう当たり前の話なんですけど、なんでかっていうとね、これもね、まあ一応話すと、まあ一応はでもないか、普通に話すと、まあ日本でね、現在、その銃を製造できるメーカーっていうのは、まあ事実上たったの3社しかありません。まあ3社名前を言うと、フォア工業とミロクと住友重工、この3つですね。まあ事実上この3つだけで、まあミネベアとかもね、銃作れるんですが、まあ最近作ってねえし、なんか、って感じなので、まあってな感じになりますが、それなぜかといえば、なんでこんな3社しかないのかね、日本にね、あまたの数ね、わけわからん数ね、会社あんのになんで3社しかないかというと、まあ金になんないからですよねっていう、まあそういう話ですね。金にならないことは会社普通できないので、金にならないからって、まあそういうことで、まあその特にね、海外に輸出できて、その銃としてね、まあ鉄砲として同じ土俵に立ってるのは、まあ飽和工業と弥勒の2社しかないじゃないっていう、まあそんな感じで、じゃあなんでそんなに少ないかといえば、
まあ、その銃を製造するっていうのはね、まあ、手続き的にもクソめんどくさいんですよ。あの猟銃の製造販売だったりとか、まあ猟銃じゃない、小銃の方になるともっとめんどくさいとなりますし、その製造プロセス的にもめんどくさいんですね。まあ多分多くの人が思ってる以上に銃作るっていうのは結構ノウハウが必要なので、まあ町工場でねちょっとやってみるかみたいな感じでまあできないので、まあめんどくさいんですよ。めんどくさい割に銃作っても売れないんだから、まあそのあんま意味がないっていう、まあそういうことなんですね。でもそのガンガンね、軍用のというかね、セミオートの銃もね輸出していいんだったら、まあ今よりも輸出は増えるので、まあ理論上競争は生まれるというふうにまあ言いたいんですが、まあ理論上ってまさに話で、まあ言いたいんですが、まあこういうのはなんね、まあなんとなく察しってなりますが、まあ机上の空論感あるんですね。まあなんでかっていうと、セミオートの銃を作ってもまあ売れるかもしれませんが、そのアメリカではね、例えばアメリカに輸出することが多いと思うんですが、アメリカだとその AR のクローンとかマシグの MCX とか、まあ、HK416、まあ、MR の556ですね、まあそういうなんていうのかな、実戦経験もあってその採用実績もすげえ豊富な銃っていうのはたくさんあるので、まあ AR クローンをね、日本で作るっていうのはまだしも、そもそも日本がオリジナルで作った小銃アサルトライフルっていうものが売れるのかっていうと、まあ半端な怪しいっていう、まあそんな感じではあるんですけど、あの怪しいし、そのボルトアクションライフルだったらね、まあフォア工業がもうアメリカとかねイギリスに輸出しまくってますし、まあ魅力だってね、ブローニングとかウィンチェスターがね、まあウィンチェスターじゃねえ、ウィンチェスターの銃を OEM でね、まあ生産してるので、まあなんていうのかな、まあそれはほとんどその海外に輸出されてるんですよ。まあほとんど海外に輸出されるので、まあその武器としての小銃っていうのは輸出してないんですけど、要はまあ猟銃競技銃としての銃は結局輸出してるんですよ、日本も。でまあそういうことなので、まあ実は輸出してるんですよ、小銃じゃないけどって、まあそういう話で、まあじゃあなんでね、まあこのごちゃごちゃ言いましたが、じゃあなんでその日本が銃、特に人を撃てるような銃、セミオートのライフルみたいな、まあ軍用のライフルみたいなのね輸出してないの、なんでかっていうとですね、それはね、あの飽和工業が昔 AR-18 っていう銃をね、あのアメリカに輸出してたんですね。でそれがまあなんていうのかな、まあ犯罪に使われたりとか、まあ、さらに流れて IRA によってね、まあ IRA ってのはもう最近の人知らんと思いますが、僕も世代じゃないんですけど、まああのイギリスとかの方でね、まあドンパチやってた過激派の人たちですね、まあそれによって使用されて問題になったからとか、まあそういう背景もあるので、まあ小銃アサルトライフル、セミオートの銃も含め、あのまあ軍用っぽい銃を輸出すれば、まあいろんなメリットもあることは間違いないんですが、まあそれへの風当たりとか、まあメリットの小ささ、リスクを勘案すると、じゃあこのままでもいいのかななんていう風にもなるという、まあそんな感じでもあるんですが、まあそうは言ってもね、まあもったいないですよねっていう、まあそういうことですね。まあもちろんその日本人感覚的に言えば、なんかね、あの会社で作ったものがね犯罪に使われてどうのこうのとかねなったらね、風当たりが生まれるのはもちろん理解できますし、まあそうなるだろうなと思いますが、まあ例えばそんなこと言い出したらね、あの車だってね、軍用としてね、テロリストに、軍用ではないけど、まあ戦闘用にね、まあテロリストに使われてたりとかするので、まあ銃は直接殺さないけどっていう話になりますが、まあ銃はじゃない、車は直接人を殺さないけどってなりますが、でそれって一体何なんだとか、まあそんな、なんていうんですかね、まあ売れるのに売らないなんていう不合理なことに対するなんていうのかな、そこまでの正当性があるのかっていうと、まあ結構怪しいけどっていう、まあそんな感じかなというふうに思います。はい、というわけでね、まあ何はともあれ、まあ日本はね、まあ小銃を輸出した方がまあいろいろメリットがあるよっていうことなんですが、ね、もうなんかね話が巡回してて申し訳ないですけど、まあいろいろ大人の事情があってね、まあしてないというかできないっていう、まあそんな感じになってます。はい、というわけでね、今回ねくどくどとね、話付き合っていただきありがとうございます。というわけでね、この動画ふーんっていう風に思っていただけたら、ぜひね高評価チャンネル登録よろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。以上、中の人ゲーミング、中の人 A でした。